はい。ということで、日本と中国の通販について発表していきます。メンバーが、えっ、ー、と、3年生の私、土田亮太と陣くん。1年生のふんさんと曲さんの4人で発表していきます。よろしくお願いします。はい。ということで、発表内容としては、タオバオとアマゾンの売れている商品の比較。2つ目が通販での支払い方法。3つ目として、タオバオとアマゾンの発展。 4つ目としてコロナでの影響についてみんなが調べてきてくれたんでそれについて発表していきたいと思いますお願いしますはいどうも皆さんこんにちは土田亮太です私は中国のタオバオと日本のアマゾンの売れている商品を比較していこうかなと思いますまず中国編です えっと、このタワバオのサイトでランキングというものがなかったので、人気の商品を紹介していこうと思います。中国のタワバオにおいては、口紅や服、靴、帽子というものがほとんど,のほとんどでした。えー、確かに私が原プロを振り返ってみると、中国のタワバオでは靴や服の紹介のページが多くて、実際自分も靴や 服しか注文しなかったなっていう記憶があるのでそれを改めて思い出すことができましたはい、続いて日本編の紹介ですこちら Amazon さんでランキングが公開されていたのでそちらを用いて紹介してみようと思いますなおこちらの Amazon さんのサイトは1時間ごとに更新されるページであったために自分が調べたものは7月5日22時頃のデータとなっております 1> で第1位として、風の谷のナウシカ漫画セットとなってました。でこれおそらく最近ジブリが映画館で公開される、されているので、その影響も大きいのかなとは思いました。で、第2位でコピー用紙。第3位、iPhone の強化ガラス液晶保護フィルム。第4位、あ、ヨガマットですね。で、5位、iPhone の充電ケーブルとなっておりました。で先ほど見てもらった中国、 のえー、と売れている商品は衣服などが多かったものに対して今回全く日本では違うことになっていますその点はびっくりしましたで、後からく君から聞いた話なんですが中国では漫画とかを読まないそれは日本独特の文化なんだよっていうのを教えてもらったんでそこもちょっとびっくりしましたえー、とさっきの中国とこの日本編を見比べてみて やっぱ文化の違いっていうものも大きく出てくるのかなっていうのは見受けられました以上です前の土田君はアマゾンとタオバーの売れてるものについて比較してくれましたが今回私は中国と日本の支払い方法について紹介しますみんなと統一したいと思っていますがアマゾンはまだ QR コード決済はできていないため アマゾンじゃなくて一番利用者数が多い PayPay が使える Yahoo ショッピングにしました国の文化が違うため日本ではお店やオンラインショッピングなどで買い物をするときキャッシュカードは使えないが中国は使えます、えー、商品代引きは 日本特有な支払い方法で中国にはなかったです実際日本でオンラインショッピングをした感想としてはモバイル決済が普及してなかった時は毎回代引きで払わなければいけなかったですたまに手数料がかかる場合もあるしかし今モバイル決済はワンタッチで その場ですぐ支払いができるようになったため非常に便利なものとなりました前には中国の淘宝と日本のアマゾンのウれテイロ商品の比較淘宝などの を今は中国の淘宝と日本の Amazon について比較して説明したいと思います。淘宝は中国アリババ商談参加のインターネットショッピングモールです。マユンが2003年に設立しました。私は淘宝で何度も買い物をした後、他のサイトに比べて優れた点は 種類が多い、価格が安い、150円のものでも送料無料です。配送スピードが速い、支払い方法も簡単です。しかし、ある商品の品質はそんなに良くないと思います。Amazon は1995年に設立され、アメリカ最大のインターネット電子商取引会社です。インターネット上で 最初に電子商取引を始めた会社の一つであり、現在は世界第2位のインターネット企業となっています。メリックはページが簡潔で、商品の建設も良いです。でも、種類が少なく、郵便料金も高く、支払い方法も運動だと思います。前のフンさんは Amazon とアリババを比較しました。 今回私は、緊急制限に出られない場合は、通販への影響について紹介します。緊急事態制限で外出自粛となります。Amazon の重能数が多くという傾向があります。前と比べて250%になります。それでは皆さん、どうでしたか 日本と中国の通販の比較をしていろんなことを知れてよかったなって思いました。すると同時に留学生の子と交流することができ、一つの作品を作るという難しさとそして楽しさを知ることができてよかったなと思います。とてもいい機会だったと思います。これで通販グループの発表を終わります。ありがとうございました。